ン。ですか、こんにちは。見ましたよ、前回のチキパ通信。どうでした？なんかちょっと編集最近ちょっとなんかあれですよね、サボなんかあんまりなんか凝ってないというか、なんそんなないですか？そんなことないか。あ、ないか。すいません、そういう冗談はさておいてね。今日はこんな衣装で、本当に今からあなたはお絵かきしながらオペラを歌うんでしょうかというような、そうな、想像してみて、お絵かきしながらオペラ想像して、超面白いよ。あーって、たての糸はゴリラよ、この糸もゴリラ絶対やだ。どんだけ歌詞織りなす布はいつか誰かを人は幸せと呼びます。もう一回ゴリラ言ってほしかったな。たてと、たてと気持ちいいです。せーの、たての糸はゴリラ。真剣にハモんな。よこの糸もゴリラ。ゴリラなんだ。ただも横ゴリラや。織りなすのはいつかゴリラ。ゴリラはどうすんの？ゴリラはどうすんの？人は幸せと呼びます。あ、ゴリラ出てこないんかい最後。最後入れてくれなかった。チキパ通信。ほう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 。今日は定期ライブの女の子限定ライブの、今は10分前になります。もう10分前。今日は真っ白の衣装でみんなで挑みたいと思います。そうですね、女の子限定の見どころはやっぱりカバー曲をねやるところなので、それを見ていただきたいなと思いますね。どうですか？パチパチ。すごい、あの感想ステージをしているので、あの感想しないで喉を温めたいと思います。テロピーパーシーヒーハノ、やっぱマリゴールド楽しみだなって言ってます。そう最後に報告、頑張ります。またね。23歳、来年は年女、4歳、年女。バイバイ。ブルゾンだ。バイバイ。ブルゾンさん、こんばんは。こんばんは。ブルゾンリノミです。あ、よろしくお願いします。はい、今日は男子限定女子限定ということで、さっき男子の部が終わったんですけど、次は女子です。私の大好きな女の子たちが目の前に広がるということで嬉しいですね。女の子にはまあまあのライブをしたいと思います。今日はですね、特別に、まあ、衣装もちょっと冬仕様っぽく変えまして、数曲をこれで歌って踊ろうかと思ってます。でね、やっぱ私この髪型でこのシャツなわけで、まあ、絶対ブルゾンって言われるわけですけど、そんなのには屈しません。島崎頑張る。シャキーン入れて効果音。頑張ったらつかないんだ。そうだよね。あ、
こっちトイレです。いつも使ってる。あのピーチの匂いがするんです。ピーチの匂いがする。ほんまや、ね、だからみんなもぜひトイレはピーチの匂いにしてみてください。アデュアデュ京都。あ、今日私あのバイオリンの発表会で素敵でした。本当に演奏本当に素敵でした。ショパン本当に素晴らしかったです。ありがとう。あの弦さばき素晴らしいですね。そうなの、もう毎日毎日お母様に聞かせてるの。そうですよね、寝る前に。そうですよね、本当うちの祖母とか本当大ファンで鈴木さんのありがたい。もう素晴らしかったですね。次の子はいつになるんですか。次はクリスマスなんですけど。クリスマスリサイタルですか。そうなの、ホールでやるから。市民文化会館みたいな。素晴らしいですね。皆さんもぜひこちらで行ってみてください。いっぱい売り引くわよ。仲間を見つけた。はい、グーチョキパーで、グーチョキパーで。
できんじゃない、もしかしてユリア。